いそうやな。こいつはいろんな映画にいそうやな。ジェイソン・ステイサムの映画にいそうやな。How's it 違う、going? ジェイソン・ステイ Could be サムや better. な、これ。I've got a good number of 違う watchmen か。out looking for 後 survivors. ろの密集具合はちょ But っ as と much as エ I'd キ love スとトラ感join, がすごすぎん。あ I've んな got 近く another にはいん mess くon ない。my hands at みthe んなは。moment. 映りやすいとこ Remember にいす those ぎん。rumors about a lab? They're あ true. の人になんか悩んでる人助 Hidden けてあげたいよう underground な気もす somewhere る and け it's ど、full of monsters. ちょっとなん So, か、Cloud, think you can lend us a わざ hand with it? とエキストラ感が It's 強 only いa なと matter 思 of いますね、time ベンチの。で before も、こ these の左の monsters 2人、come やっぱり calling. 綺麗すぎ I て、know it's a dangerous 綺麗って、job, そのbut 可愛いって言ってないよ。no one ク else ラウ can ドに do 対しit. て綺麗って言ったやつし、しかも Well, 今、見 yeah. てや、見 So 直して help み。us out. だって、マジで綺麗やで。ほら、白いが。だから、なんかここはちょっと違和感があるけど、あとは全部映画にいそうやな。ということで、ここやっていきたいんですけど、ここちょっと下調べをしちゃいました。なんでかって言いますと、1個次の、クエストを順番に進めていってる中で、ここをクリアしないと、次22かな、クエスト。で、24のクエストかな、これ。わかんないけど、その辺のクエストを先にクリアしないとダメとかいうさ、なんか条件があったんで、せめてそのクエスト逆に順番振ってくれやって僕の性格上思うんですけども、順番に、あ、こんなんなるやん。戻れる。いつでも戻れる。長押し。ああ、そうなんや。え、そんなことしたいぐらい長いの、ここ。なんで今教えてくれたん？え？なんで今までこれ教えてくれんかったんやろ、でも、本当に。思わん？システム的に。システム側に。側に言ってるの、今俺は。いやー、そうですか。何？そうですかって。ちょっと、何するんだっけ、俺。あ、だから、そう。ここで、このほら、ここの順番、21をやろうとしたら、24のやつが先に必要ってことが分かって、24を先にやってるってことなんです、今。で、ここはもう、深いな、結構。ボスがいるっていうのは知ってる状態なんですけど、まだ戦ったことはないです。で、まあ、ちょっとマテリアとかの装備だけは変えたところはロックはしてないけども。来たことあるね、もちろん。あるね。ここで戦ったもんね、何かと。何か忘れたけど。で、こっちね。こっちに進んでいくってこと。あ、もういるんや。敵。見えてますね。地下の奥から、なんて書いてある？こっちか。いるな、敵、あそこに。あ、もうそこにもいるやん。ちょっと待って、大丈夫だったっけ？大丈夫やね。Give him hell. 今回ちょっと失敗したとしてもさ、続けていきたいと思う。ちょっと待って、強いかも。やっぱ失敗しても続けるのやめます。強い、強いってのが分かったから。誰が誰と戦ってるの？あとさ、武器の成長をマニュアル、自動化できることを初めて知りまして、すごいなと思いました。すごいなと思いましたじゃないですか。集中できないのかな。やめてあげて、私の。なんか久しぶりに戦ってるけど、気持ちいい、久しぶりに戦うと。ちょっと待って、あれ、そんなに強いの、この人。やばいやばい、ちょっと待って、マジか。バレットしかあれ持ってないやん。一回やるの、蘇生待ってて、一回欲しいな、やっぱり。何に強いやろ、めちゃめちゃ強いやろ。マジか。え、めちゃくちゃ強い。やばい、一人や、これ。ちょっと待って、全然バーストせんやん。今の入れてバーストせんって知らんかった。2回されてるやけど。Be careful. Why now? I won't
あっとや。エイズか。うわ、めっちゃ減ってる。あの、よくない。戦い終わったら、マジックポイント増えたっけ？増えんな。めちゃめちゃ強いやん。何回回復してる？避けられてる。よっしゃー、やっと戦って、めっちゃ強いじゃないですか。ボスなんて倒せるかな、こんな状態で。これ手応えありすぎやろ。思ったよりポーション4つになってるでしょ。ポーションを舐めるという行為ですね、これ。で、結構マジックポイントあるんや。こんなんしたの久しぶりやね、このコマン、あの戦い終わってからコマンド入れるの。いたもんね、機械の人。いたー、機械。Keep it together. Yes, it's my turn. これ？サンダラはグループに当たるものやったじゃないですか、今までは。今回の場合は違うんですよね、多分。この範囲化っていうのをしないとダメってことですよね。とこよ。え？何されてんの？もうちょっとで、もうちょっとでバーストするからさ。バーストするのに倒しちゃって全然効いてない。これなんかまた倒し方やつあるんかな。大体飛んでる人はエアロって決めてるんです。エアロラが A と B に当たるやつだのにね、今までの。今までってどんだけ古いやつやってるの。簡易化はしてないから。当たったか。当たったやろうけど、でもあんまりバーストはヒートは止まってない。なんかマジックあるかな。めちゃめちゃ減ったかも、多分。Just like that, okay? I got you. ここで何だっけ、 My Hero。 これね、あの人と一緒に、ゼータスさんと一緒にこれ進めてるんですけど、急
急にさっき言ったっけ、ベルタスさんと一緒に進めてるって。あ、これ下から来たのかな。もうただベルタスさんはオリジナルの方でやってオリジナルの方でやってるんですけど、こっちを見てくれてるみたいで、英語の勉強してるみたいですね。マイヒーローと言ったら何やったっけ、俺も忘れてるわ。あ、どこ行くのこれ。どこ行くの、場所わからなくなっちゃった。こっちか。あ、分かりづらい。これや、わ、マジックポイント全然ないって。待って、やばいやばいやばい、強いか今までみたいに。ケチったからな、寝てる。どこ戦ってんの、ちょっと待って。あ、強くない、やった。たまたま強くなかった、今まで全部強かったのに。危ねえ、ケチらんと今使っとこう。ないかなあれ、椅子、俺の好きなポーション椅子。結構普通のダンジョンなの今回。そうなんや、普通にダンジョンやん、ダンジョン普通にダンジョンなんや。クエストかと思ってたら最大のクエストや、これが。ポーション椅子絶対あるよね。あれ、来たことあるな、もちろん。だってあの猫いたとこやもんね、猫いたとこ、猫とあの怖いバイオハザードの敵みたいなのいたとこやよね。いろいろといけるんじゃない、こっちも。ちょっとこっち行くか。 OK、 聞こえてる。何にも入ってないな、さっきから全部。あれ、こっちはすごいよ、ここはなかなか来ないんじゃない、みんな絶対すごい。まあ、まあ、来たんか、やっぱお前の俺は。前の俺は来たんか、暗すぎて見えんけど来てたな。どこ、こっちね、合ってるかな。え、合ってる。え、なんか一周回ってきた気がする、今俺。こっち回ってそう。むずいだな、マップ。椅子ねえか、椅子。同じマップで何回戦うんだろうね、これ。同じマップで戦うことが多いな、ゲームで。この、やっぱ、でかい、でかい的に。ここ来たっけ。あー、びっくりした。何してんの。何してんのこの人。毒、毒動けんくなるよ、あんな風に。え、だから回復治療なんか、治療治療つけてない最近。え、バレット、カッコつけたけど結構毒でやられてましたけどね。 Nothing do it って言われても。え、深いなぁ、地図が持ってない。こっち行ってみよう。あ、ここ壊しながら来たところや、懐かしい。そうか、あ、
ッシングドゥイットって言ってないけど、どういう意味のアッシングドゥイット、こんな英語ないよね。あれどこ降りれるんだろう。酔うね、ごめん。俺は酔わんねんけど、自分で知ってるで、どっちに動かそうとしてるか。おお怖い、いるやん、え、いるやん、え、椅子ねえやん、むちゃむちゃいたやん今、なんでこう通り逃してるやん俺、え、椅子ねえやん、え、欲しい椅子、ここまでにしましょうか。じゃあ保存、え、絶対いるやんね、セーブしときますわ一応。ありがとうございました。まあ初見一回行ってみましょうか。一応保存してからにしようか。あんまりね、保存してるところは区切りで録画されてなかったんですけど、保存単位にしてたんで。まあでもこれはなんかちょっと意味ない動画になりそうなんで、ここで保存したままいきましょうか。自分でハイレンクしてるかもしれんと思った今、パズル的に。なんかいるよね絶対。もう何がいた場所やったっけこれ。いっつでっかいのいる、これやん、フレキーモス言ってたやつや、言ってたやつや。もうむせ、うわすごい動きかわいい、動きめちゃくちゃかわいい。どうやって倒すやろ。マジックでファイヤーとかで、あ、これを見るの、角を上半身下半身、そうなの、何これ、この中にこれあるやろ、だってなんでこれとこれ別なの、この中にこの2つあるやろ。なんか言うん、角やよね絶対ね、この人角じゃないと、ま、いつものシリーズと一緒やん、ね、だから角じゃないとさ、あかんあかんあかん、なんかあれ、なん、何やったっけこの敵、なんか効かんのじゃなかった、魔法、今魔法変えてきたんけ。角を壊せばいいんかと思ったら、角は壊、角を物理攻撃しなあかんのか、全然ブロックされてるし、強すぎるわ、ちょっと待ってくれよ。ダメなんやな、だからどうしたらいいの、物理攻撃で角狙うのはどうやって狙えばいいの。物理攻撃って狙いづらいんですよね技を、だからこうアビリティにしてグレーバーラビットチェーンとか選んでから角って選ぶんか、全然角に当たってないやん。マジックポイント全然回復してないことに気づいた今。熱いよ、全然ダメ、あんな暴れ方されたらもう全然、それは全然ダメです。そんないい音楽鳴らされてもすごいな。いやいやいや、嫌わ、これ倒せるんか俺。ちょっと待って、一回リセットというか、あ、これ倒せんかも、できもう無理やり倒すか無理やり倒せるんかな、だつまりあれやね、モンハンみたいなもんやね。強え、これはもう違う動画にしますね。ありがとうございました。こいつはちょっと攻略しな、倒せんわ。